って旅をしてはじめましてどうも神田です。おかりです。はい、というわけでですね、はい、実は、はい、実はね、はい実は僕たち、はい、ちょっと近々 YouTube の案件とかではないんですけど、ちょっとお仕事でとある場所に行くんですよ。はい、あとあの言えないんですけどね、言えないんですけどね、言えないんですけどねちょっとそこは遠いんですよ、うん、ちゃんとねその自分の身を潔白するためにも、向こうの方々にも安心してもらうためにも、ちょっと検査をね、はい、ちゃんと事前にしとかなあかんなということで、はい、今日は PCR 検査をねちょっとやろうと思います。うーまあ言うてね、はい、まあ、その宣言が出てから大してどこにも行ってないんですけど、出てなくてもどこにも行ってない買い物とか、そうだね、それぐらいなんですけど、でもなんか割と結構やっぱり検査ってなると怖いみたいな。そうだね、そうそうそう、なんかやっぱりねもう何してても正直ね、うん、かかっててもおかしくないって状況だとは思うので、そうだね、まあだからちょっと不安ですが、はい、やります。はい、こんな感じらしい。なんかすごいね。おお。でも前までさ、病院とかなんかクリニックとか、うん、ちゃんとこう受けに行かなきゃいけなかったけど、薬局とかに普通に、まあ、売ってそうやな、ね、売り出しそう、そんな普通に家でできるやつやから。すごい。ちなみになんかこれは唾液を採取して送って、はい、こっちの会社が受け取ったら、もう最短3時間後に検査状況をメールで通知されるらしい。めちゃくちゃ早いね。めっちゃ早いな。わ、すごい。なんか。なんだこれ。全然わからん多分勝手なイメージだけど、ここに唾液を入れるんじゃないかな。勝手なイメージかな、多分やるか、もう早速やってみますか。頭良さそうなキットみたいな発言がこれなんかざっと説明すると、はい、これにメモリーのある程度の位置まで唾液を入れの、はい、この保存液、うんうん、これを入れて蓋を閉めて、はい、PCR 検査の申し込み書封筒に同封して返送したら、あとはメールか LINE か SMS 郵送で連絡が来るらしい。口薄いで来なかったです。とりあえずそうですな。よいしょ、出しづらい、どうすればいいんだろう。目星を想像してる今結構出てくるよ口の中に梅干しがあることを想像する。梅干しを想像してるとほらほら唾液出てきた。そんな単純な行動したのあちゃん。梅干し想像してみて。美味しいご飯とかさ想像した方がなんか、いやいやいや、これはねこれはね絶対分かってくる人多いよ私の方絶対言う。おかしい、そっちの方が。もう私出るわマジ、もう出せるわ。そんな簡単に出えってステーキやって。あ、梅干しだよ。あ、ステーキ来てる、ステーキ来てる。うん、しょっぱい感じがする。腹減ってきたさっき食べたよできました。はい、これをじゃあポストに入れて、はい、連絡を待とうと思います。ですね。怖い、ちょっと怖いな、なんかちょっとなんかな、怖いな、不安になってくる。ここまで来るとまあ自粛頑張ったし、そうだね、うん、まあないとは思う、きっと、うん、はい、いや、行ってきますよいしょよいしょ。はい、というわけでですね、はい、あれから3日が経ちました。はい、まあまあ経った。そうだね、まあ経った。送ったのが福岡、確か福岡、そう福岡だから、まあ、ちょっと遠いっていうのが、そう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 、うん、まあしゃあない、しゃあないまあ結果がメールできたんですけど、はい、まあまあもうこれはもう率直に言いましょう、僕らのですね、はい、唾液の中に新型トゥルルトゥルルの存在はありませんでした。まあまあ、よかった。まあまあ、よかった。本当に、よかった。なんか、別にね、すごい疑わしいことをしてたわけでは全然ないんですけど、やっぱりちょっとね、やるとき怖かった。怖い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 。万が一。もし、無症状だなのかもしれないなとか、そこはあったから、よかったね。よかった。以上です。はい。はい、というわけでですね、次回からかな、多分。ですかね。プライベートして。ライブある場所に行くんで、はい、まあ、そっちの様子もねちょっとお伝えできたらなと思います。ゆったりした多分感じかと思います。ちょっと寒おっとこれ以上は言えないではまた次回、はい、はい、バイ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 。